カルバッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区の古田軍に属す町村である。カルバッハは、古田軍の軍域南部、北西のフォーゲルスベルク山地、北東のレーン山地、南のシュペッサル島を結ぶ、長く伸びた尾根の高度280メートルから658メートルに一致している。この町自体は、完全にレーン山地に含まれる。カルバッハは、 西はフリーデン、北西はノイホーフ、北東はアイヒエンツェル及びエイバースブルク、東はモッテン、南はジンタール及びシュルヒテルンと境を接している。カルバッハの町はアイヒエンリート、ホイバッハ、ミッテルカルバッハ、ニーダーカルバッハ、オーバーカルバッハ、ウトリヒスハウゼン、ファイトシュタインバッハの各地区からなる。カルバッハは五十二年に フルダ修道院の寄進状に初めて記録されている。ヘッセン州の地域再編に伴い、1969年9月1日にファイトしたインバッハは、隣のアイヒエンリートと合併した。1971年12月31日にホイバッハがウトリヒスハウゼンに合併した。1972年4月1日、それまで独立した町村であったニーダーカルバッハと、 サイトシュタインバッハがミッテルカルバッハに編入された。ミッテルカルバッハは1972年8月1日の州法の発行により、オーバーカルバッハ及びウッドリヒスハウゼントが合併し、新たな自治体、カルバッハが成立した。行政機関はミッテルカルバッハに置かれた。ミッテルカルバッハの聖ゼバスティアン協会カトリック、教会行政上の自治体、カルバッハの長域は、 4つのカトリック教区を含んでいた。これらの教区は、古田市教区カルバッハの違法不精霊四国連合、及びの違法不リューダ団主席主催区に属していた。4つの教区は、以下の通り、2016年2月21日、それまで独立していた4つの教区は、補佐市教区アルファインツディーツの下、祝祭の礼拝を挙行し、新たな教区組織、 カルバッハ聖キリアン協会に統合された。福音主義協会福音主義改革派協会のカルバッハ聖ルカ協会は、福音主義クールヘッセンバルデック協会に属す教区であり、オーバーカルバッハに本部を置いている。この教区の管轄地域は、ホイバッハやウトリヒスハウゼンを含む。カルバッハの町議会は、31議席からなる。フローリアンヘルザーは、 2014年9月14日の選挙で62.8%の票を獲得して、この町の町長に選出された。この選挙の投票率は70.9%であった。ヘッセンライム大臣は、1976年4月4日付の文書でカルバッハに旗と紋章の使用権を授けた。ズンガラ、向かって、左側面は、上下に分割。 上部は金字に三つの赤い逆部位字づけ、下部は銀字に、端まで貫く黒い十字。その向かって、右側は青字で、低い位置に金の名みたい、その上に銀色の七枚の栗の葉。紋章の向かって、左側面が二分割され、ハーナウケと古田修道院の紋章が描かれている、ことで、この地域のかつての所属が表現されている。紋章書部は五枚の栗の葉で、 この町が森は豊かであることと七つの地区からなっていることを表している。これに町名の由来となった小川を象徴する様式化された川が添えられている。カルバッハ町内に古田郡最大のソーラーパークが存在する。この施設は合計3 6 5キロワットの発電力を有しており、ウワック市会社のシナジー社によって運営されている。カルバッハの町域を 連邦アウトバーン A7 号線と高速鉄道ハノーファービュルツブルグ線が通っている。長さ1298メートルのカルバッハトンネル、それぞれ長さ773メートルのハルトベルクトンネルとボルンヘッケトンネル、長さ364メートルのカルタが長域内にある。長さ1779メートルのドイツ最長のトンネルであるラントリュッケントンネルの北側置。 4はこの町の町域内にある。ありがとうございます。